コンノートエンジニアリングは、イギリスのスポーツカー、フォーミューラ1コンストラクター。しばしばターンに、コンノートとして呼ばれる。コンノートのマシンは18のグランプリに参加、タイプ A、B、C といった、フォーミューラ1及び、フォーミューラ2マシンは、合計5十二のレースに出走した。F1 では一度の表彰台と、合計17ポイントを獲得した。コンノートの名称は、 コンチネンタルオートからの造語で、サリー州先導拠点として、ブガッティをはじめとするヨーロピアンスポーツカーの販売、修理に特化し、同地でレーシングカーの製造を行った。1950年に製作された最初のシングルシーター、フォーミュラ2マシンの A タイプは、彼らの L タイプスポーツカーで使用されていた。 リー・フランシス製エンジンをコンノート自身で開発したものが搭載された。そのエンジンは広範囲に再設計が行われ、実質的にはコンノート製エンジンと言えた。マシンは当時のコンベンショナルな構造でプリセレクタギアボックスを介してリアアクするに駆動力が伝えられた。これらのマシンは f に規定で行われた1952年及び1953年の 世界選手権に参加し、ドライブしたドライバーは、下記の通りである。コンノートは1954年の F1、世界選手権に向けて2.5リッターエンジンを搭載した新車のタイプ B を設計し、それは、コベントリークライマックス製 V8 エンジンが採用されたが、エンジンの開発が進まなかったため、アルタ製2.5リッターエンジンを搭載するよう、変更された。 最初の車はすべてを包み込む空力ボディワークで製作されたが、後にボディはコンベンショナルなものに変更された。1955年、トニー・ブルックスは白草で行われたノンタイトル戦にタイプ B をドライブして優勝し、イギリス車をドライブするイギリス人ドライバーの優勝としては1923年以来のこととなった。その後、タイプ B は、 シラキュースコンノートとして知られるようになり、2004年に復活した車にその名が使われた。1962年、ジャック・フェアーマンはコンノートのマシンでインディ500の予選に出場したが、スピードが足りずに予選落ちした。コンノートはシングルシーターのレーシングカーを制作する前に、リー・フランシス製のスポーツカーシャシーをもとに、ロードゴーイングスポーツカーを少量制作し、 それらは、競技においてある程度の成功を収めた。これらは、タイプ L2、L3、L3、SR の3種類であった。L2、L3 は、フォーミュラにマシンのタイプ A を元とし、あるするも競技を目的として製作された。2004年に、コンノートモーターカンパニーが、コンノートの名を復活させ、タイプ D シラキュースとタイプ D、H ハイブリッドスーパーカーを製作した。 1958年までコンストラクターズポイントは与えられなかった。イコールシェアドライブ。ありがとうございます。